ていうか気づいてほしいな。何か今日1個違うことがあるんですよね。なんか1個だけ違うところが、そうシャツを新調しましたユニクロのシャツですね。多分980円ぐらいですやった新調いたしました。ペロが前60何番で、で俺が93番しようで、姉ちゃんが120か130ぐらいだったかな。結構寝台ポコポコ入ってますけど、バイオ自体なんですけどもね、取れるかな。おはようございます。バイオはあーやっぱ埋まったね。よし、ハードボイルド行こうか。おはようございます。おはようございます。これ撃つ？どこ行くの？どこ行くの？ハードボイルドじゃないの？え？あれでもいいよ、魔法行くでも。任せる。魔法行くでも。いや、青か赤かをチェックしよう。お願いしまーす。めちゃめちゃ空いてる。めちゃめちゃ空いてる。あー、私犬ちゃん。犬ちゃん。え？何青だ。あ、青だ。青なら撃てんじゃね。青なら撃てるね。魔法行くにする。いや違うよ。何？犬やしやめてくれ、すげえ負けんだから。犬やし行っていいじゃん。犬やしめっちゃ空いてるよ。出せんの？今までの最高額5枚数は？なあ、2700枚ぐらいね。じゃ向いてないやつ。でも今日出るかも。ジャギだってそうだったんだと。ジャギだってダメだったのが、出したことないけど、チキハギで出した。犬屋さんもいけるわ。じゃあ、いけない。マイナスグラフを救ってあげよう。犬屋さんに行こうと思います。今日こそ、頑張ります。ちょっと、うん、我々、うん、やらかしたじゃん、キャッツアイで。やらかしたからちょっと、うん、練習しようか、育成しようか。そうだね、育成します。育成されようか。メタ押し育成します、やっぱり。はい、ペロ、ん、これ重大な発表があります。何何何、多分これ誰も知らないです。何何、これでも言っておかないといけないと思うんだ。また姉ちゃんに関することなんだけど、ね、何よ、また何かあんの。いいよ、ないよ、もう姉ちゃん、うん、現在、うん、婚活してます。お、婚活、ついに本格的に始動。結婚相手を探すために、はい、なんと、はい、社交ダンス始めました。ってマジ？え、勘違いだよ、それ。え、違うんですか？違い、え、婚活のために始めたわけじゃない。ジジイを捕まえに行ってんじゃないですか？え、待って、違います。社交ダンスを始めたの？社交ダンス、なんかそのコロナ禍になる前にちょっと行ってて。マジで？で、コロナ禍になって行かなくなったんだけど、最近また行き始め。社交ダンス、ちょっと、え、人志というか、なんか、で、一人でこう動けんの？え、いや、誰かいないと動けない。え、こういうやつでしょ？じゃあ、ペロと一緒やってみる。ペロ、うん、やってくれんの？え、ペロと？どんな感じなの？うさっぱりわかんねえから。え、しこれ何、え、これ何が始まるの？ちょ、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 どういう感じなのかわかんない。え、でも、うん、え、こんな感じ。もっと密着するでしょ。あ、そうだね。ぐっとぐっと、この辺を動いてる、うん、こう、キューみたいな。え、こんな密着するの？これ絶対婚活ですよね。ねえ、これは、ね、社交ダンス、ねえ、ね、姉ちゃん、姉ちゃん、この辺はちょっと社交ダンスの相手を密着させて一気に落とそうっていう。道理でお前ニンニクとか食わねえと思ったんだよ、昔から。そういうことだ、ね、お前生ニンニク入れてたじゃん、ラーメンの昔。最近道理で入れねえと思ったんだよ。確かにね、気にしてる。近距離戦を気にしてる。近距離戦だってよ、近距離戦。近距離戦気にしてるから、やっぱり。その一発じゃなくて、コツコツ、まあ、またほら、うん、練習が途切れちゃったんで。そうだね、一からのスタートになりましたから、うん、で、選んだのが魔法少女育成計画でございます。ダメ押しさえできれば、うん、あの設定が低くても100% を超えるっていう、はい、だもう手堅くいこう。手堅いよ、ね、うん、姉ちゃんは犬やしぶっ飛ばすと思うんだよ。俺らがシコ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 500万円ぐらいプラスにしたら、一瞬じゃねえか。もう一瞬で覆します。ごめんね。一瞬だね。でも一瞬でこう出る可能性もあるよ。
やっぱ人生と一緒なんですよ。もうずっと一発狙ってるんですよ。一発狙いだよね。そう、一発狙いして生きてここまで来た。確かに人生と一緒だね、やっぱ姉ちゃんは。いっぱい投げさせるから、頑張れ。いっぱい投げさせる。いっぱいじゃなくていっぱい投げさせるように。俺ら頑張るからぶっ込むから、大丈夫、大丈夫。もうそう、脱稿やめろ、さっきからぶっ込むとかよ、一発とかよ。ぶっ込んで、やめろやめろ、ぶっ込んで出すしかない。ぶっ込まないと意味合いが怖いよ。どうなるのかな。いけるよ、どうなっちゃうの。出会った時の フリーズ当たりました。早いよ、ちょっと音6ゲーム早い。ボーナス確定。あ、出た赤白。おお、ビッグボーナスで、オトンが今ネガポジフリーズ経由して当たったんだけど、はい、あ、ポジってほど出にくいのか。ネガポジフリーズ、あ、パブコンシェルジュ入れた、入れてる、なんかすごい失敗してる。あ、ほんとだ。あ、これが本番だ。おどのぐらいかを教えてくれるんですよ。どのぐらいずれてたかね。今どこに教えてるんだ。うんうんうん、だから自分の目押しを教えてくれるから目押しが上手くなるよっていう、乗りやすい。これは目押しを必要とする場面じゃないんだけど、うん、練習はできるんでしょ。そう、練習できる、ね、あー、完璧だ。起きた。おー、ギリギリだ、ね、ちょっとギリギリだ。だからこれ0から10だと中段みたいな、うん、16から上だとちょっと上段目で。そっかそっか、まあ25ぐらいまで。おー、で今、うん、ゼロと打ってるのが青だから、青色、青は、1設定135、135で目押しは、2コマだよね。うん、死んだれる目押しは2コマ、うん、で左のやつが赤じゃん。赤、赤は、結局が246で見倒しが必要になる。赤がどうするか、他に、まあ、青で135設定1だとしても、うん、1でやれば、100% 2から 100% 超えますよ。スピードアマで超えます。楽だな。なんか朝は本当に結構起きたじゃないですか。雨だった。で取れました。で、今二コマ押し、コマ目押しを何回か成功してアイコンが7つ。あ、アイコンを貯めるんだ。いきますよ。スマホエクライラで、
ここで始まりました。さあいきなり、おー来た、おー、おそん、すごいじゃん、ピタピタじゃん。いや、まあピタコもある。そっか、この間のキャッツアイは何だったの？キャッツアイがやっぱ難しかったんかな。だから、うん、キャッツアイの場合、じゃあ失敗します、失敗するとずるっと滑るから、ただ滑るだけじゃん。だから早く押したのか遅く押したのかわからないじゃん。それはわかんないね。これ出ると自分で修正できるんだよ、うん、あー、できるできる、そこがね。おーおーおー、一応今お前軽く流したな。ああできるできる。むちゃくちゃ体流してるな。さあ、まあ、さっき言ったなと思って。え、いや、この台はその自分の見直しを教えてくれるから。これ俺がチャーハン作ってさ、ベロ美味しいか、あ美味しい美味しいって言って一緒だろ。なあ今の、あできるできるわ。なあ。じゃあ、うん、そうなんだよね。ビターが苦手な俺でも、まあ目牛がな、うん、まあだから修正しやすい。そう、ファブコンシェルジュっていうこの目牛のね、うん、あ、そう、このね、ファブコンシェルジュを設定しないとダメだよ。いや、今しろよ、今オンにしろと伝える。当たり前じゃないか、バカ。ファブコンシェルジュ今オンね。あれ、あ、なんか変な止まり方してる。ほら中段に強水管、あ、強水管か。さあ、消火し終わりました。あ、ダメか、ダメか、なかったの、ダメか、そう、ボーナスなかったんだ、給水化引いたのに。なかった。ラスト、さあ、消火し終わりました。あ、ダメか、ダメか、なかったの、ダメか、そう、が獲得処分だけ戦略リプレイを避けてもらって、そう、あ、その前に直接リプレイを引くと戦略リプレイ引いたらダメなので、この分だけその回避、うんうんうん、あ、そういうことだ、思い出してきたよ。あ、マスタープランプリーボーナス、あ、AOT 確定だっけ、マスタープランプリーボーナス。俺戦闘橋バトル、あ、戦闘橋バトルでいいんだよね。戦闘橋バトルは、内部的にボーナス当選すれば突破者のサバイバルレースに突入できるチャンスです。じゃあこれボーナスつける、ボーナスつけたこと、すごいじゃん、本当。はい、あー、レッスンでうまく飛ばなかった。いいよ、今これでレッスンで面白すぎる、むちゃくちゃ見た、落ちてきた、落ちてきた、むちゃくちゃ見た、むちゃくちゃ見た。おっと、強いやつと戦えるのだ、できてるよ、できてる、できてる、できてるよね。これ今タイミングをしてるじゃん、うん、で、一回押して、で、目離して、で、そこでやる、これでできんだったらもう完璧、あ、できた、完璧、できたよ、だからもう完璧、あ、上手くなった、もう修正できたよ、できたよ、で、一回いくよ、目いくよ、あ、これが、うん、じゃあ押してください、いや、完璧、あ、もう
裕じゃん。早くね。いやー俺覚えがいいのかな。早くね。そう、完璧だよ。ビタビタだよ。ビタビタじゃん。読んでる。音より超えてない。おぶっ飛ばすもんね。音これいくつだった最高。俺も4かな。4か、うん、あ、じゃあいい。そこ来そうだな。そうだな。いいよ先に4以下出した方が勝ちね。さあ、おい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 、やった完璧だよ。完璧おい、うん、ガキ完璧だろ。完璧になった。おう、なんだ、やればできんじゃねえか。できるよ。赤いけ次な。次赤いけ入ったら赤いけないよ。完璧だよ。いや、できちゃったね。一回ミスったけどね。アイコン3つ。終わり？あ、マジで？怖くてなかった。マジか。あ、間違えた。これナビ間違えるね。おい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 、この野郎。危ねえ。危なくねえよ、全然。2コマのこれだったら完璧だよ。大丈夫？完璧だよ、バカ。完璧だ、お前。なんてバカなんだよ。うまくやったじゃんかよ。なんかイライラする。なんでよ、うまくなったら嫌なの。すぐ上手くなって。いいじゃん、息子の成長喜んでよ。いや、徐々になれよ。徐々に上手くなれよ。いや、もともとね、結構技術参入台は好きだったしね。あ、好きだったの。うっす、好きだよ。ペラちゃん、好きだったの。誰リノさん、うーちゃんでしょ、リノさんだった。間違えた。うーちゃんだっけ。ちょっと、ね、ちょっと終わっちゃうじゃん。ねえ、リノさんの真似するなんてないよ。まずいよ、これまずいよ。あー、ほらー、172万少ないって。余計な真似するからじゃん。成功数字、精度 A。 おー、すごいじゃん。さすがだね、音。でもなんかさらに上が全然あるよ。 S とかあるんだっけ。 SS とかな。あー、SS なのか。みんな上手くなりたいな。お、ありますなんかね。朝から天井だけは勘弁。お、赤い。どうかな、どうだかな、これは。7ゲームです。11本でとりあえずシコンボーナス。斜め、あう、いきます。一発目でいけたい。で、最後チャンスからが勝負。よし、ラスト3。いかない。お、来た。待って、お願いね。あ、よし、来た。これは気持ちいい。
く11本で行きました。よしよしよし、まあ、入れた分は行こう。たまには20件分じゃないの欲しい。ああ30件、待って、あれいいよ、大チャンスやん。行けます。いや、このチャンスを無駄にするな、本当に。いや、早めに行かないとダメだ。無駄。よし、いや、一発目だから、すぐ来ないといけん、これは。うわー、ちょっと10ゲーム無駄にしてる、やめて。1回も来てないんだけど、1回もだよ。え、そんなことある？いやー、もうちょっと待って、3ゲーム、もう来ないしねー、ちょっと待って、すごいやらかしてるじゃない？すごいやばい、やばい、えぐいことやってる。これ一回も揃わなかったら行くの、これ。ちょっと待って、いや待って、ちょっと30あったよな。ちょっと待ってくれ、全然気持ちの整理がつかない。で、行かないし、そして行かない。つらん。やり直したい。ああ、来た。よし、来た。来てない。来てない。お願いします。ここだけはもう一回チャンスください。もう一回お願いします。でもこれちょっと無理やん、この流れでさ引き戻してない、この流れで無理。さよならよ。ちょっと待って、やばい、どうしよう、普通に泣きそう、なんか、ちょっと待って、結構えぐいことやったと思う、もう、みんなに言えない、みんなには、黙ってよ、これは、何も引いてないことに。もう今からです、もう今からの実践です。私ちょっと今日は犬痩せじゃないっていう、そういう風に言われてる気がするから、移動先をちょっと見てみる。ちょっと一台ボーイが空いてる。ボーイ撃ちます。ちょっと今日は犬痩せとは距離を置かないと、ちょっと身を滅ぼしそうなので、今日はボーイ撃ちます。出会った時の電撃に、
視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。